こんにちは、グッピーコズエです。今日は1月のお気に入りを紹介したいと思います。ちょっとふがふが言うかもしれないんですけど、で1月のお気に入りなんですけども、まあ私っぽいっちゃ私っぽいかなっていう感じで、まあ食べ物系がほとんどなんですけど、まあ美味しいものとか、まあそういうのを共有していけたらなと思ってるので、ぜひぜひ最後まで見て帰って、そして皆さんのお気に入りも最後に下にコメントしていってくれたら嬉しいです。まずはまあ動画にも登場してるんですけども、こちらのタークのフライパン20センチです。これなんですけどね、ちょうどいい大きさで、この柄の部分が長いのでキャンプとかで焚き火料理とかにも使えるっていうやつなんですけど、職人の手作りで作られてるフライパンで、もう赤ちゃんできてからほんまになんか夜ご飯とか時短で済ませたいし、でだけどなやる気ない感じで食べるの嫌ですよ。食べるの好きなんで、で洗い物も極力減らしたいじゃないですか。なのでこのまま出せる系の大きさのフライパンやから、このまま何かを焼いてこのままパンって出して、二人でここでほんまにキャンプ料理みたいにつついて食べてももう全然いい感じなんですよね。ただ一つちょっと取っ手の部分が長いので、こうやって置いた時にちょっとねこうちょっとねこうね食卓に置いたらこう動かさなあかん時はあるんですけど、まあ、柄の部分が長いのにここはね全然出した時そんなに持てるぐらいの、はい、厚さなんですよね。このまま出したらこんな感じですごい真空パックの炭火焼きとかでもすごい美味しそうに見えるし、最初買った時は高いなとか思いながらも、もうねガシガシそのタワシとかで洗って使えて、ほんでしかも目玉焼きとかソーセージとか焼いただけでもすごく美味しそうに見えて、もうほんまにねめちゃくちゃおすすめです。続きまして食べ物系いきたいと思います。まずはこちらです。これもね前ね登場したんですけど、カルビーから出てるミーノというお菓子になっております。これはそら豆を丸ごと素揚げした感じのポテトチップスのそら豆バージョンって感じやねん、カルビーが出してるから。じゃあ美味しいと思ってこの間動画で出したら、みんな見たことないですっていう人の方が結構多かったんかな。めっちゃ美味しいんすよ、ほんまに。売ってるとこ見たことないですっていう意見もあったんですけどね、もう見つけたら即買ってください、ほんまに美味しいです。もうそら豆を素揚げしてホクホクした感じ、もう分からへんかな。で私的にはこれを冷蔵庫でちょっと冷やしてひんやりした感じで食べると、なんかサクッとさがシャクって感じになってめちゃくちゃ美味しいです。前あったみたいなこのメスティンの動画でやってるんですけど、これをナッツとかと混ぜて独自におつまみミックスを作って、それを当てにしてノンアルコールビールを飲んだりお茶を飲んだりするんですけど、めちゃめちゃ美味しい。ビールもうめちゃめちゃハマってるコンビニスイーツがあります。生チョコのもちもちクレープです。これさすごい美味しいね。なんか開けたらなんか生クリームと生チョコっぽいのが入っててな、ちょっとまあ子供が寝た時とかにお家カフェしようみたいな感じでこれをな買っといて食べんねんけど、言うても170円ちょっと高いかなみたいな感じやねんか。こんなちっちゃいのに170円すんねん。でもこれをちゃんとちっちゃいお皿に入れて、でなんかちっさいフォークでちょっとずつ食べんねん。ほんじゃなんかめっちゃ幸福って感じやねほんまに。最近のコンビニスイーツめちゃめちゃ美味しいのが多くて、もうほんまになんかもうお酒飲まれへんから結構スイーツに走りがちやねんけど、そんなになんか前みたいにさデパ地下とかに行けるわけじゃないし、でもコンビニのスイーツがもうぐんとね上がってきてるんで、本当にこれもほんま美味しいから食べたことない人一回食べてみてください。ほんまにめっちゃ美味しい。チョコレートやからこれからの季節、まあまあ要冷蔵やからあれやけど、バレンタインとかでちょっとこれくれどうぞどうぞみたいな感じで配るにはね結構170円しめっちゃいいかも。ちょっとだけねなんかシールとかリボンとかペタって貼ってねいい感じ。なんかちょっといいオリーブオイルでーす。これはちなみにエクストラバージンオリーブオイルのバリデッラタジャスカっていうやつなんですけど、イタリアグーリア州産タジャスカ種 100% っていうやつ。このオリーブオイルがめっちゃ気に入ってんねんっていうわけじゃなくて、ちょっといいオリーブオイルを買ってきて食べるっていうことにハマってるだけ。そうそうそう、
1000円とか2000円のやつで全然いけててんけど、なんかワインを飲むのがめっちゃ好きやってやんか。でワインを飲むのってなんか安い安かでも、あ、これは深い味がするとか、これは、あ、辛口って言わればそうからとか、なんかちょっと私みたいにそんな何でもガブガブ飲めるやつやってんけど、このワインを飲んでうんみたいなやるのがなんか楽しかったん。でもそれ今できへんから、配食もあんまりできひんやないですか、赤ちゃんいたら。最近いい調味料を買ってきて、まあ、こういうのやったらパンにつけて食べたりすることが、まあ、楽しいんですよね。でオリーブオイルってそういうワインみたいにオリーブオイル屋さんっていうのがね、で探したらあって、そこに行ったらいろんなねオリーブオイルの食べ方を教えてくれたりね、そこによったらちっちゃくパン切ったやつが一旦いろんなオイルにつけて食べさせてくれたりすんねやんか。なあ、と前に東京に行った時に視聴者さんのおすすめのなんかオリーブオイル屋さんとか地ビールやったかなのお店とかがいっぱい入ってるね。普通の町屋みたいな作りの中にそういうお店がいっぱい入ってるみたいなね、すごいねなんか画期的なスポットを紹介してもらって、そこに行った時にオリーブオイルとお塩の店で塩オリーブっていうお店があってね、そこでなんかいろいろ味見させてもらって、あ、オリーブオイルって楽しいんやっていうことを、まあ、知ったんですけど、子供生まれた時にいろいろお祝いとかいただくじゃないですか。でバスタオルとかちょっとありきたりやなって思って、で料理好きの人とかにはちょっとオリーブオイルを返そうと思って、そのついでと言っちゃなんなんですけど、そのついでに、あ、これ美味しい、これ自分欲しいなと思ったやつを買ったまでです。長話で、それと一緒の感じでお塩、アマビトの藻塩が製造所みたいなところは一応広島県の呉市、ちょっといいの買いたいなと思って、でカルディにカマルグの塩っていうやつがあって、でそれを買いたいなと思ってカルディに行ったらなくて、美味しそうなやつないかなと思った時にこのね、アマビトの藻塩っていうやつをね買ったんですけどね、これがね大ヒットで、すごいね食べた時にちょっとした出汁の味みたいなのがするんですよね。でも別に入ってないですよ出汁は。海水と海藻がちょっと原材料に入ってるっていうね、リーデルのグラスです。ちょっと後ろ白いから見えにくいねんけど、これがねワイングラスになってて、こういう形のねグラスが好きなんですよ。これ洗いたてですみません。このちっちゃいやつはIKEA の、まあ、90円ぐらいのグラスなんですけど、ガラスって言っても全然薄くない感じやから、結構、ね、紙とかにくるんで持っていくんですよね、キャンプとかに。結構どこのグラスですかって聞かれてたんですけど、実はこれ全然プラスチックとかじゃなくて、なんか100均のグラスみたいな素材ですね。でこれは100円未満で買えるぐらいのやつなんです。この形が好きやから、ちょっともうちょっとこういいやつ買おうとか思って、でこれをリーデルのワイングラスで同じような形のやつを買ったんですけど、もうこれすごい。これも全然悪いことないねんけど、もキャンプとかに紙に包んで持っていくんやったら絶対こっちやねんけど、これもうね口つけた瞬間にね、分からへんかな、もう薄さがねもう全然違うんですよね。やっぱいいグラスやからちょっと薄くて、もうワインどんだけ飲みたいか、これほんまにね、多分ね今分からへんけどよだれ出そう。もうほんまアルパカとかのめっちゃ安いワインとかでもうあってなると思う、ごっくりやって。で退院した時はノンアルコールワインを取り寄せて、白のねリースリングやったかな、ノンアルコールワインをちょっと飲みながらね、ちょっとねホタテ行かしてもらいました。刺身めっちゃ楽しかった。もうずっと生ものもね妊娠中は我慢してたから、まあ、それがもう自分のお祝いやったんですけど、ノンアルコールチューハイグレープとかやったらちょっともう言い過ぎやけどシャンパン飲んでる気分。100円の自販機とか分かります？で100円の自販機に白ぶどうのジュースがねペットボトルに入ったやつ売ってるんですけど、極端な話それをここに入れて飲んだら、え、白ワインですやんみたいな。やっぱグラスがいいとすごい心も晴れ晴れになるんやと思う。ベルキューブとかなんかナッツとかでなんか夜中とかちょっとホッとする時間とかあったらいいなと思います。もうノンアルコールでちょっと今度やってみようかなと。土鍋でーす。これね多分ね結構前に買ったんですけど、普通に土鍋としては、まあ、ご飯炊いたり鍋に使ったりとかしてたんですけど、このいろいろ土鍋やったかな、何だったかな、なんかそういう名前なんですけど、それにこんな感じでなんか蒸し器みたいなやつがついてて、でね蒸し鍋っていうのにね
最近ねまたね美味しいと思ってやりだしたんですけど、そのなんか ちょっとだけいいお野菜とかを買ってきて、この上にバーって乗せるんですよ。で、あの下にお水を入れて沸かして、ほんで全てのなんかお野菜とか鶏肉とか豚肉で、牛肉はねちょっとね硬くなるんかな、だから豚肉がのバラ肉とかが一番美味しいと思うんだけど、それをねバーって引いてギシギシにしてお野菜でで蒸して食べるんですよ。ポン酢で食べたり、あとごまだれで食べたり、塩と七味を混ぜたもので食べると美味しいよって、まあ、この蒸し鍋っていう料理は旦那の川端くんがね珍しく教えてくれたんですけど、なんか蒸し鍋って知ってる？めっちゃ美味しいねんでって付き合った当初に言われて、たまにねやってたりしたんですけど、はい、最近ねまたね美味しいし、ちゃっと作れるし、体にも野菜やから結構いいし、いいことづくめでね最近ね結構やってます。なんかイベントみたいな、休みの日どうするみたいな、蒸し鍋のためにちょっとどっかお野菜買いに行くみたいな。最後がこちらです。まさかの、まさか私がこんなことを言うなんて、家計簿グッズでーす。家計簿グッズやで。まあこういうね筆箱、バーバパパの筆箱、いろんなペンがね入ってます。運の家計簿っていうやつがあって、めちゃめちゃ面倒くさそうやん、めちゃめちゃ面倒くさそうやなっていうね印象やったんですよ。そのズンの家計簿っていうのは知ってたんですけど、すごい面倒くさそうやなって思ってたんですけど、自分のやり方をちょっと展示してこう家計簿をつけるのが最近なんか楽しいんですよね。これはなんか面倒くさいというよりは、そういうちょっとちょい面倒くさ系の家計簿を楽しくつけようみたいな本なんですけど、またよかったら読んでみてください。それが何が楽しいって、無印のねルーズリーフに書いていくんですよね。今週のやつとか、あの1枚ずつこんな感じでファイリング回覧板みたいなやつで書いて、でここに挟んでいくみたいな感じやね。まあね、ちょほんま見せたいの山々やねんけど、恥ずかしすぎて見せられへん。こんな感じでつけていくっていうズンの家計簿を参考につけていってね、赤ちゃんが最近反応があったとか、そういうのをあの家計簿の上とかに日記上につけていくみたいな。でプラスその買ったものとかを書いていくねんけど、これをつけてみて分かったことは、まあちょっとは無駄遣いは減ってるかもしれへんねんけど、卵とか牛乳とか納豆豆腐値段がどこのスーパーが安いかっていうのを最近分かってきました。変化といえばそんな感じなんやけど、楽しい、つけるのは楽しい。300均のね付箋とかね、なかなかねいいんですよね。なんかこんな、なんかいろんな色入っててみたいな。いや、あとこれはあのあまり言ったことないっていうか、まあ誰にも言ったことないんだけど、実は結構シールが好きでこういうなんかちっちゃいシールが好きで、でなんかさ愛らしくないですか。そう、こういうねなんかめっちゃ可愛いんですよ、ペンギンパンダ。こんななんか猫のイベント、え、ちょっと待って、なんでペンギンおんの、ちょっと待って、ペンギンなんか知らんけどここに貼り付いて持ってる、ちょっと待って、一緒に入れてたからかな。こんななんか猫のねイベント用シールとか、ズンさんは結構イラストが得意なんかして、そのイラストをちゃんと書き込んだりしてんだけど、全然私イラストとか得意じゃないから、こういうねミニミニシールをパッて貼ってね、猫とかに吹き出し書いて、給料日とか書いてね家にいることが多いんで、そんな感じのお気に入りになっちゃったんですけど、たまになんか息抜きのためにデイキャンプとかにも出てるんで、ぜひぜひ皆さんねアウトドアの、お気に入りのものとかもコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。コンビニ系とかなんかあのどこでも買えるようなやつとかで、ね、これ美味しいよとかそういうのあったらぜひぜひ教えてください。長くなりましたけど1月のお気に入りでした。ではではでは。